続いて大学外交別大学生アナ参議院視聴者様から募集した顔を見て偏見を企画でございます。決して悪口目的ではなく、あくまで偏見を語って楽しむ企画でございます。登録してくださった方々への誹謗中傷はご遠慮ください。全ての写真は本人確認済みです。それでは早速選べ。サークルの集まりで面白いことするけど視聴率ゼロそう。あああんまりチャラチャラしないグループおるけどほんまは悪いことしたい。おお大学の最寄り駅で騒いで、おっさんにキレられてさ、ボディタッチいっぱいしてくれそう。後輩男子におばはんっていじられて「カラスザー!」って言ってさ、ほんまに結構悩んでる時に2人で飲みに行ってほしい。願望よし願望出ないよ。彼氏がクズそう。いやねんけど、そのクズな彼氏をめっちゃしっかり支えてんねんな。そうやな。拳での人。違うよ。服似てるだけ。ドアのノブにリュックのここが引っかかって、あっってなってそう。顔見ろ顔。普段なってそうや。汗めっちゃかきそう。どうでもいいな。いや外やから。むっちゃ好き。昼休み終わり絶対うんこしてそう。しれっと出ていくねんな。いつもどこ行ってんのやろうな。疲れみたいな。電車のドアにカバン挟まれてこううって。おいカバンは。やっぱなんか髪型とかもやんちゃっぽいから、ほんまの陽キャに、えぇーみたいな感じでこの肩組まれてんねんけど、俺ほんまはそんなキャラちゃうのになって思いながら生きてる。の時の顔なの。の時の顔。ある日突然、アイプチしてきそう。いや、意味がわかんない。ちょっと周りに。次の日からやめてくれ。それはしゃあないなっていう状況があって、大学生活で一回は、うんこを漏らした。なんで今日ケツ穴軸なん。だからちょっと切なそうなんや。うんこ軸なんやめろ。大学で陰キャとぶつかったら舌打ちしてそう。ちょっと厳しい。ちょっと厳しめやな。入学式で隣の席やったから声かけんねんけど、全然好印象じゃなくて、ゼミでまた一緒になってめっちゃ仲良くなりそう。おで付き合います。あ、付き合うんだ。付き合います今度。いいな。見えたんや。見えましたね。すごいな。高校の時は金髪眉なしのガチヤンキーやったけど構成した姿。あ、なるほど。元ヤンか。ちょっと確かにシュラのオーラ感じる。なんかそんな気がした。シュラのオーラ。ピニゲしようとしたら捕まってガチギレされてさ。たまたま休んだ授業で課題発表あって単位落としてそう。ここぞという時に運悪い。なんか持ってないんや。ちょっと幸うつすい感じかな。そんな笑い関西じゃ通用せえへんでって言ってる顔。厳しいな。笑いの門番ですか。売店のすぐそこにあるティファールみたいなのを熱々にして触って熱っってやる。アホやん。シンプルアホやん。めっちゃアホやん。日本人やのに外国人のあだ名つけられてそう。たかしとかやのにジョニーみたいな。全然ちゃうんや。TikTok でめっちゃバズってそう。ああ、なんかわかるわ。なんやろ、なんか単位取れなそうな顔してるよな。なんかな、留年味を感じる。なんとなくそう。確かにそうやな。留年味感、お前とちょっと似てるからかもな。そうかも。すいません、童貞です。ああ、バイト先のパートのおばちゃんに理不尽に嫌われてそう。あ、再利するんすけど、後輩と一緒じゃないですか。普段そんなキャラじゃないのにちょっと陽気な先輩ぶって後輩に声かけそう。ありそうやなそれ。おい俺再利やねん。あるあるある。DJ 社長に憧れてテキーラ一気するけど、二口ぐらいで、あ、やっぱ無理やってなる。かわいいやつやな。にがーって三味線弾けるみたいな意外な特技ありそうやな。なんかええな。ピアノうまいよ。あるわそれ。あるわ。なんかおるよな。なんで。実は結構サボってて、女友達に「私らってあの子助けてばっかじゃない?」って言われそう。ああ、なるほど。気づかれんね。気づかれそう。優しそうな雰囲気やから、男側も軽率にいじったりすんねんけど、「うざい!」みたいなこと言ってこっち真に受けて傷つきそう。ああ、結構上のって攻める。ああ、なんか合唱サークルでめっちゃ頑張っててアカペラ甲子園とか出てそうかな。テレビで見たことあるような気がする。テレビで見たことある。アカペラ甲子園でちゃうかったら何も意味ないから。いや、コメント欄で出てましたって。ああ今
やろ。にしもスナイプがすぎるから。ほんまに。なんでか分からんけど、サークルの一番可愛い子と付き合ってそう。ああ。いやでも確かに。いやなんかありそうやな。なんでって。うん。割と陽気に生きて見えてたはずやのに、3年生後期で60単位ぐらいしか取れてない。ああ。実はすごいやばい人。なんか留年したんやあの子みたいになってんねや。それで言うと、実は一人でパチンコハマってた。ユニコーン絶対好きやろ。見たわかるだわ、ユニコーン好きやろ。これはもうあれっすよ。言ったってください。言ったってください。言ったってください。大丈夫。言ってください。この子は全友達の中で自分が一番可愛い。ガゾン。これは持ってるでしょ。間違いないですね。これ可愛い子がする顔ですよ。これ。授業中にシャーペンでこうツンツンってしてきて。まあやめろよって言うねんけど、むっちゃ好きやねん。ツンツンってやって後ろ向いたらこれやってんねやろ。あーずきゃーあの時の卒業まで告白せずに後悔する男がいっぱいいる、うん、諦めるわ。無理やなるわ。このレベル諦めます。無理やなるな。おおほほ。意識高そうやけど。いやそれはあるな。スタバでマックで YouTube 見てそうやな。生産性高いっすね。ちょっと不安なこと相談した時とかにかまそうぜって言う。ないやん。わからん。こうなんか前向きなこと言ってくれた。総合商社に内定もらいそうですね。そうですね。てかもらってるでしょ、もうこの顔は。ヨドバシカメラのアダプターのコーナーとか好きそう。ケーブルとかいっぱいあるコーナー。ガジェットが好き。ガジェット系の。え、副社。え、なんすか。え、ちょっと待って。裸かと思った。あ、どっちか。この子はね、わからない。関わったことない。ないもん。なるほど。違いすぎて。確かにな。友達の友達やねんけどな。わからんねん。あー、はいはいはい。インスタだけはめっちゃチェックするわ。フォローせずに。そう。気持ち悪。わかるわ。気持ち悪いな。で、ストーリーだけ見てることをバレたい。バレたいなー。見てるよね。バレたいなー。バレたい。友達自体でどうにかフォロワーになりたい。とか、なんならもう俺がめっちゃ可愛いって言ってることをバレたい。存在を知ってほしい。もう、天の上の人よ。こっちまで笑顔なのは。トイレ長かったな、整備。じゃあ、キモすぎるって。やめろってガチ。おい、あれな、俺の財布から1000円抜いたお前やろ。おい、ちょっとかかと踏むんやめろや。あの食堂のおばちゃん、抱けるわ。俺、お笑いで世界取るわ。え、お前も陰夢中。やばい、それマジで思う。おい、なんやそれ。めっちゃ思うやんけ。見つけたっていう仲間見つけた時の顔なんや。